疲れ様です、失礼いたしますと。今回なんですけども、おはようございます、そしてお疲れ様です。今回なんですけども、もうサムネにもね、サムネにも、タイトルにもね、載ってあるんですけどもね。ね。今回ですね、まだね、デニムジーンズ、申し訳ございません。まだ続きますよ。本当にね、何卒ね、お付き合いのほどね、よろしくお願い申し上げます。今回なんですけども、リゾルト。ね。今回なんですけども、リゾルトさんの、ね。そうなんですよ。リゾルト。これはもうね、そんなにね、そんなに昔のものではございません。でね、昔のね、ドゥーニームのね、ドゥーニームの創始者として知られるね、デニムデザイナーの林義行氏さんがね、新たにね、2010年から、確かそうです、2010年からスタートさせたブランドなんですよ。ブランドなんですよね。こちらにあるんですけども、リゾルトさんね、林さんですよ、林さんね。まあね、私もね、まあ2010年からスタート、まあそんなにね、めちゃくちゃね、古いわけでもございません。しかしながら、ドゥーニームのね、創始者と知られるね、林さんですよ。それがですよ、リゾルトをね、2010年からスタートさせたということでですね、結構話題になったんですよ。でね、これね、まずですね、リゾルトっていうのは20年以上の国産デニムを続けてきたデザイナー林義行氏が2010年にスタートさせたブランドなんですよね。メイドインジャパンにこだわり、昔ながらの染め色のね、方法でね、染めてですね、旧式の機械で織られた生地、そして縫製から仕上げまでを西日本のね、中国地方のね、備後、まあ要は広島県ですよ。で、熟練のね、デニム職人、ね、により作られてるね、デニムジーンズなわけなんですよ。で、リゾルトのね、このね、代表モデル、ね、710。これはですね、リゾルトが基本となる細身のストレート、1960年代のデニム生地を忠実に再現された通称66モデルです。まあ、リゾルトのね、特徴でもあるね、毛羽立ちのザラつき感があって、履き込むほどにね、体に染み込みやすい、絶妙な色落ちのね、風合いが出てきます。っていうことなんですけども、ね、いいでしょ?リゾルトさん、ものすごいね。ほんと66モデルに近づけたね。そういったね、まあね、確かに、そう、ここを触った瞬間ですよ、66モデルのその、今こうやってね、確認してるんですよ、66モデルのね、生地と本当に一緒なのかっていう。
って触るわけなんですよ。触って触ってね、うん、で66モデル、そうですね、もうそれに近いですね、うん、硬さといい、ざらつき感といい、昔のヴィンテージのね、だいたいコインポケットとかもだいたい触って、うん、だいたい触る、もうとにかく触り倒す、触る、うん、それで確かめていくわけなんです。 こんなとこ触らないですよ。 これはさすがにちょっとやばいですけどね。ね、モザイク入れときます、モザイク入れときますが、うん、で66モデルの特徴いたしまして、やっぱりこうカーブかかるでしょ、こうね、これがたまらないわけなんですよ。で赤耳ね、ね、うん、でね、こう2010年から私気になって買いに行きました、うん、で試着するにあたっていろいろと言われましたが、でやっぱりね、そのお店のこだわり感、リゾルドさんのこだわり感ね、やっぱりすごいこだわってますよ。うん、はたから見たら なんでそこまでこだわってるのとか、本当にこだわってるのとかね、そういう風に思われる方もおられますが、店舗に行ってですね、確かめてください。うん、それが一番です。うん、店舗に行って確かめてね、で実際買って、まあこれはね、そこまでね年数は履き潰してないんですけども、結構いい色でしたでしょ。うん、いいでしょ、色落ち感。蜂の巣あんまり出なかったんですけどね、ごめんなさいね、あんまり出てないでしょ蜂の巣ね、まあ、頑張って履いたつもりなんですよ。うん、で、まあ、1年も履いておりません。もう本当に気軽にね、1年近くですか、うん、毎日履いてですよ、当然ながら毎日履いてですよ、うん、1年近く履いたわけなんですよ。やっぱり当たりとかもね出てくるわけなんですよ。うん、林さんすごいですね、本当に。でメイドインジャパンでしょ、インスタグラムやってあるでしょ、10年後にはもうな、10億か20億稼ぐというようなねコメントを残してですね、やり始めたブランドなんですよ。素晴らしい。でいろんなねレプリカブランドをね、レプリカメーカー、アメカジのそういったものでも66モデルを追求するね。まあ、他のところでもやってるんですけども、ここまでね、本当に忠実に66モデルをやろうという、もうそこだけに絞ってですよ。こう代表、本当に代表作の71、ロットナンバーがね、710なんですよ。うん。ね。ちなみにウエスト31ですが、若干ね、ちょっとサイズ上げておりますがね。で、まあ、66モデルも結構細いので、細いのと、やっぱりね、質感が、ほんと近いですよ、66モデルに。ね、こういうとこもね、こういうとこも触ってあげる。うん。まあ、こんなとこ触らないんですけども、またモザイクかけときます。すいません。で、リゾルトさんのデニムジーンズをね、まあ、2010年からのスタートなんですけども、ぶっちゃけ言いまして、この66モデルと言われるようなものに対しましてですよ、林さんが本当に追求して、旧式の織り機でね作り上げたものなんですけどね、本当素晴らしいデニムジーンズだと私はねそう思っております。そしたらちょっと試着させていただきますので、ちょっとお着替えの時間をね、またいただきたいと思っております。そしたらいきますよ。で、実際履いております。で、実際履いてるんですけども、ボタンフライです。ちなみにね、ボタンフライ。ね。いいでしょ、スッキリして。この感覚。ね。ちょっと短めにね、短めにしてもらってるんですよね。もうね、リゾルドさんはね、もう大人のね、大人のデニムと、そう思っていただけたらね、
助かるんですよ。本当に大人のシルエット、ちょっとね、あのおじさん臭いっていうイメージはございますが、もうそんなもんぶった切ってですよ、ぶった切ってもう大人のね、本当に大人のジーンズなんですよ。うん、ちなみにね、ここにね、ここにサイズ表記がね中に入ってるんですよね。こうやってね、ポケットの中にですよ、リゾルトさんのね、このタグがついてるわけなんですよ。中にですよ。うん、こういったところはまあ面白いっちゃ面白いんですけど、でね、この色落ち感見てください、最高でしょね、最高でしょ、この色。リゾルトさん本当にありがとうございます。リゾルトさんのことについてですね、今回はデニムジーンズのね、1960年代まあ通称66モデル、リーバイスの、うん、それを復刻した、忠実に再現した、忠実に肌触った感じがね再現されております、旧式の織り機ですよ。それで作り上げた、私にとってはもう究極のね、ある意味66モデルの究極のねジーンズだと思っております。それプラスやっぱ大人っぽいジーンズ、本当にね短いでしょ、ロールアップしてブーツ履くじゃないですか。で赤耳とか見せるでしょね。でシルエット細、本当にねシューンとしてね、肌に本当に馴染む感じ。だから新品から買っていったらまあダボっとしておりますが、洗っていくとどん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 ね体に浸透していく、そういったねデニムジーンズでもございますね。私のねあくまでの個人的な感想の意見なんですけども、だからですね、私はまあリゾルトさんのブランドに対してはですね、本当にねこれからもねまた違ったロットナンバーもまた買っていきたいなと思うんですけどもね。で今回はリゾルトさんのデニムジーンズをご紹介いたしました。またね、気軽に見ていただけたら幸いなのでね、また応援の方もねよろしくお願い申し上げます。そしたら失礼いたします。ありがとうございました。